誰でもいいよ、本当に。ディスカッションしましょう。ちょっと待ってね。LINE の URL 貼るんだけど、LINE ダウンロードしてねえよ、このパソコン。LINE は、LINE アカウントはこれだね。よいしょ。どんな議題でもいいっすよ。ちょっと待ってね、LINE をダウンロードする。LINE。はい、ワドツ。せやかさんいらっしゃい。Windows 版、どこだろう。LINE、コミュニケーションアプリ、LINE、これか。Android、PC、iPad、Windows 10、これか。Windows 10。これか。アプリをゲット。はい、いらっしゃい。ストアを開く。ストアからダウンロード。聖保宗教何でもいいけど、ちょっと待って。無料。今、LINE 落とすから。ノンタンワドツ。はい、ワドツ。いらっしゃい。シャックンいらっしゃい。何でも別に構わないけど。あくまで論破よ。人格否定しても何にもなんないから、うん。議論のテーマを決めて、対立するテーマだったら、その、論破するって。それがいい。それが面白いね。うん、あ、LINE 来た。ちょっと待って。LINE が来たぞ。東京雪みたいですね。和樹さんこんばんは。風邪ひかないように。寒いもんね、最近ね。アングル変わった変わった。うん。はい、OK。LINE つながりました。いつでもかけてきて OK です。LINEOK です。準備できました。もし、興味ある人はいつでも。論破されたらかっこ悪いっていう考えがもうすでにかっこ悪いと思うよ、俺。論破されたらかっこ悪いっていう考え方が議論をするものとして間違ってるんだよ。だから議論をぶつけるっていうことに日本人は慣れてなくて、そう、それが議論をすること自体がいいことだっていう考え方変わんないとね。うん。スカイプめんどくさい。新しいフォロワーさん紹介します。亀さん、うなぎ岩作さんフォローありがとう。別、スカイプ音質悪いんだもん。やっぱ LINE の方がいいっすよ、今。ただそれだけ。スカイプはダメだなっていう。荒らされるんですよ。論破される。そう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 。論破されるってこと。本当の論破って人格否定、みんなね、なんか生主のくだらない論破論破とか言って人格否定ばっかりを聞いてるから、正しいディベートを見たことないんだよ。論破っていうのは相手が概念を覆されるわけじゃん。新しい発見があるから、あ、そっちの方がいいじゃんっていうのが本来論破なんだよ。そう。ディベート自体を知らないんだよ。そう。ひろゆきのは論破ですか？だからひろゆきは論破し続けてるし、相手が怒るっていうかさ、相手は大体魅力されていくじゃん。ひろゆきのこと好きになっていくじゃん。それはなんでかっていうと、あ、彼が言ってることの方が正しいとか、彼が言ってることすごくいいじゃんっていう風に票が集まってくんだから。そうそうそう。あ、よりいいものを作るとか、より考え方を深めるっていうためにやるんだよ。もともとディベートって。ただ、なんか、喧嘩凸とか見慣れてるせいか、論破って人格否定をされて、なんか、うわ、脱税みたいな、ね、まずそもそも論陣を張れてないし、
俺がだから見せてやるよ、正しい論の張り方を、正しい議論の仕方を見せてあげるよ。うん、議論自体ができないんだよ日本人って。テレビタックルで論破されたロン毛の人かっこ悪かった。それはじゃああれじゃん、言ってることが間違えてるからじゃないの。うわ脱線ってなったんじゃないの。そうそうそう、なんか感情の方が優先だからね。よく言われてんのが、日本人っていうのはなんか相手がバカにされたりとか、あの相手が怒ったら勝ちだと思ってんの。相手が感情的になったら論破だと思ってるんだけど、まずそれって論破でも何でもないじゃん。わかる？相手が怒ったらと相手が黙ったらの時、勝ち、へい勝ちみたいになってるけど、全然違うじゃん。議論そのものがより高みにいってないじゃん。わかる？だからいいところはいい、間違ってるところは間違ってる、正しいことは正しい。議論をしてないんだよ、そもそも。うん、てか多分相手が何言ってるかちゃんと分かる人が少ないんだと思うよ。だからいつも言ってんだけど、人格否定に何の意味もないって。間違えたら負けじゃないのよ。だからディベートのルールっていうのは、投票を行うことが普通なのね。要はこっちの方が言ってる人が正しい、こっち派こっち派っていうデータを取るので、議論がし終わった後、その票の移り変わりがどれくらいあるのかっていうのが使われたりするのがディベートとかなんだけど、別にだから普通に相手と違う論陣を張って相手を説得させられたらでも面白いし、票が移ったらでも面白いと思うよ。でも票が移るゲームだと結局当たり障りがなくて、要はバカっぽい議論になっていくわけよ。要は見てる人のリテラシーによるわけじゃん。だから俺あんまり好きじゃない。お、中野ちゃんだ。あれ、中野ちゃんサムネ変えた？中野ちゃん花火ありがとう。いつもありがとう。よいしょ。はい、バドツ。桃入り派になったんだ。間違えたら負けじゃないのよ。要はトークテーマとかをさ、リスナーさんに決めてもらえばいいじゃん。トークテーマがなかったら。例えば、ベーシックインカムと、生活保護どちらがいいのかっていう議題で始めるとか。で、俺じゃあベーシックインカム派やるわとか。でも思考回路が論破によって全部覆されたら悔しいよね。そりゃ悔しいよ。だから世界で一番知的なゲームって言われてんの。ディベートっていうのは世界で一番頭がいい人がやる論理的思考ゲームって言われてんのね。うん。だからいいんじゃん。いきます。1、2、3、4、5、6。ありがとうございます。そう、そりゃ悔しいですよ。でもその悔しさが分かるっていうことは、議論になってるってことなのよ。分かる？これ6キロ片方。要は悔しいっていうことは、この人の方が頭がいいんだっていう認める能力を持ってんの。でもね、認められないってことはもっとバカなのよ。話にならないぐらいバカ。要は相手の言ってることを理解できなければ、勝ってるか負けてるかも判断できないの。正法がもらえないで追い返される人は役所に論破されたってこと。いいよ、上がってこいよ、メロン。うん。テレビタックルはだからそれを面白くするわけよ。要はあえてバカなやつと、あえて頭いいやつと、要はいろんなやつを入れるわけじゃん。だからテレビタックルの面白いところはバカを入れるところだよね。要はバカの意見ほど面白いものないんだよ。要は間違ってることを間違ってると気づいてないわけだから。うん。前は片手 22.5kg でやってました。すごいね。ほら、俺の場合さ、でも、正月とか1回で500回ぐらいやったからさ、要は持たないんだよ。花火上がったらダンベルするっていう流れだから。でももうそろそろ重くしてもいいかもね、来月あたりに。要はテレビの見せ方は、だってテレビタックルが世界的にディベートの大会だっていうさ、認識ないでしょ。朝まで生討論の方がまだマシって思ってるでしょ。だって世界的なディベート強いやつが出る番組じゃないじゃん、テレビタックルって。要は陰謀論者とさ、正論を言うやつと間違ったことを言ってるやつを対比させるゲームだから、あれは。
いやー、面白かったよ、勝間とひろゆきは。最高だったよ、あれ。もう、勝間和代がぐぬぬってなってんのが最高だったよね。でも、勝間和代はあれ、自分でも言ってるけど、発達障害なんだよ。アスペルガー症候群なのね、勝間和代って。あれは仕方ないと思うよ。あれはどう考えても勝間の圧倒的な負け。でも、それは彼女が障害抱えてるっていうのは、俺は手に取るように感じたから、面白かったけど、あそこは認めないとなとは思ったよね。朝まで生テレビに出れたら最高だよ。俺が一番好きなのは、町山さんと上杉のバトルはめちゃめちゃ面白かった。あれで上杉心折れ、テレビメディア露出やめたもんね。あれこそ、俺は町山はすげえかっこいいと思ったよ。あれぞ草の根だよね。見た ?3 時間スカイプで討論したやつ。上杉と町山。全く畑が違うんだけど、町山がマジかっこよかった。いや、面白かったよ。町山さんのファンによりなったね。要は、知らないんだ。いや、多分ね、上杉と町山で検索したら出てくると思う。だいぶ前だけどね、ネットですごい揉めて、討論、ニコ生で討論番組開いて、公開で喧嘩をしたんだけど、バッチバチにやり合ったからね。サブカル老害おじさんだよね。癖があって面白くて、俺町山さん大好きなの。もう、結局ね、なんか、上杉に押されてくんだけど、最後の最後で手のひら返して爆弾投下すんの。それで、残り時間少ねえのに、こんなの汚ねえよとか言って、上杉がぶち切れまくるっていう。そうそう、視界がクソなやつ。あれ面白かったよね。上杉、マジ切れ。で、ずーっとね、いや、悪い悪いしてんの、もう、ずっと、やってやったぜ、みたいな。化けの皮剥いでやったよ、みたいな。もう、あれはサブカルのやり方だよね。汚ねえよね。疲れるけど、俺はああいうのが好きなのよ。知的な、あと、町山は情熱持ってるのがいいよね、やっぱり。その、草の根っていうか、やっぱ市民寄りの考え方っていうか。さすがね、編集者にね、ケーキぶつけるだけあるよね。シェービングクリームね。やっぱね、ああいうね、頭が良くて、ロックなおじさんが好きですよ、僕は。ロックンロールがね、流れてるおじさんが好き。町山もそうじゃん。パッションがあるけど理屈屋タイプじゃん。俺だから町山さんにマジで弟子入りしたいなって思った時期あったもん。あ、この人に10年間ぐらい学ばせてもらおうかな、みたいな。もう弟子入りしたいなと思って。いいよね。町山映画評論もいいし。歌丸の映画評論より好きだわ、町山さんの評論は。在日っていうのはでかいだろうね。だからアメリカ選んだんだろうね。俺正しい判断だと思うよ。アメリカ人になるっていう、アメリカに住むっていう。川崎洋平ディベート強いと思ったことある？毎回言うけど、ディベートって喧嘩とは違うからね。日本人勘違いしてんのが、喧嘩とつとは違うのよ。ディベート強い。ディベート強いと思ったことはないな、洋平くんと。だから洋平くんと知り合ったきっかけっていうのが、スピリチュアリズムを否定するっていうところだから。いや、相手の痛いところつけてるのかな、どうなんだろうね。どうなんだろうね。っていうか、俺は生主でちゃんとディベートやってるやつなんか一人もいないと思ってるのが俺の立場だから。ちゃんと面白い議論ができるやつって頭がいいやつなんだよ。だから正月のね、ニコ生の番組で、東と津田と夏野と、あと誰だっけ、ひろゆきか。の4人の対談めちゃめちゃ面白かったね。黙って聞いてる、洗脳されそう？なんだそれ。喋ればいいじゃん。黙って聞かない方がいいよ。でもさ、これさ、俺毎回なんだけど、毎回、あ、香川と洋平くん？いや、毎回なんだけどさ、絶対和道とさ、誰かを議論させたら面白いっていうのは手に取るようにわかるわけじゃん。みんなは。いや、和道が絶対議論させたい、ディベートさせたら絶対強いよなって、やらせたいっていうのはあるけど、俺はやりたくないっていうね、この、誰からもかかってこないのが面白くない？俺は負けると。
俺はマドンのディベートは見たいけど、絶対にこいつと議論をしたくないっていう、この。ああ、だから野田とちゃんと政治のディベートとかやったら絶対面白いと思ってるよ。よく野田ってさ、その部分では評価されてるけど、俺言ってること結構幼稚だと思ってて。うん。俺は野田と全然やりたいけど。ただね、生主としての実力に開きがありすぎるから、要はディベート力じゃないじゃん、そうなってくると。だから野田が相手にしたくないだろうなっていう。だから野田は論破されて評価が下がるだけじゃん。ねえ。で、面白くもなりようがないじゃん、俺相手だと。うん。だから多分ね、実現しないカードだと思うよ。俺野田とそういう哲学とか政治とかの領域で話したら結構痛いとこつけると思うよ。うん。なんでかっていうと、野田の論法ってもう、そもそも間違ってるところがあって、結局ね、論がないんですよ。俺が野田と対峙したら、まず一発目に言うのは、どっち派なのっていうことを聞くの。どっち派なのっていう。どこにポジションを置いてるのって言ったら、ポジションないんだよ、あいつ。ポジションないんだよ。キューちゃん牧師はさ、片方の思想に偏りすぎて政治のディベートは成り立たない。無理だね。無理です。はい。要は、イデオロギーってやつですね。日本で一時期流行ったマイケル・サンデルの白熱教室みたいなディベートが日本の学校にはないしね。マイケル・サンデルはディベートしてないですよ。うん。マイケル・サンデルはディベートじゃなくてディスカッションです、あれは。うん。あれはディベートを一切やってない。生徒に対して考えさせてディスカッションさせて、どっちがどっちだよねっていう。もっと言うなら、サンデル自体はね、なんつうんだろう。どっちが正しいっていうことを言わないんですよ、彼は。そこがね、哲学の領域において一番の問題って言われてて、普通哲学やるやつって自分の哲学持ってるんだけど、最近の哲学の主流って考えさせることを重きを置くのよ。要はね、間違えたらね、下手打つから間違えないように大学教授頭いいんだわ、やっぱり。うん。今朝早く帰国したぜ。おう、お帰り。こういうものはこういう理論ですよっていうのを体系的に分からせるだけなんだよ。うん。あれはディベートではない。専門家とは議論したくない。いや、専門家とは議論をしたくない。だからね、結局日本人ってね、負けたくないんだよ。うん。負けないやつが勝ちなんだよ、日本人って。うん、戦うことを、やっぱ、なんかね、孔子みたいな賢いやつばっかりやん。勝って勲章をあげるぐらいだったら、ね、負けるリスクは負いたくないんでしょ、多分。うん。日本人にとって恥をかくっていうのがね、一番ダメなことだから。だから議論が発展しないんだ。そうそうそう。それはね、言われてる。日本人って武家社会が影響が強かったから、議論をするんじゃなくて、正しくても間違ってても、殿の言うことに従えると。で、殿の言うこと、たとえ間違えたと気づいてても、言うことを聞くっていうのが正しいっていう。うん。だから俺は専門家ほど議論をす、だから俺の、対談とか、俺のそのコラボの仕方って見ればわかるけど、相手が最も得意とする領域に切り込んでいくんだよ。だから、キューちゃん牧師と対談した時は、キリスト教を徹底的に行くんだよ。浅井さんの時はホームレスっていう、浅井さんのホームでやるんだよ。でしょ？ロハコさんだったら、ロハコさんのホームの話題でやるでしょ。実はね、論破をするとき一番楽しいって、相手が主戦場にしてる話題で論破するのが一番楽しいよ。うん。だから俺ね、洋平くんにトスかけるときは、スピリチュアリズム。要は、向こうの方が知識が圧倒的な上のもので勝負するよ。そう。それが楽しいの。そう。だってさ、その辺のさ、奴らでさ、専門分野持ってない奴らにさ、論破したってかわいそうじゃん。そう。俺はそういうのが好きなタイプだね。性格悪いんだよね。だから。キリスト教、だから俺、勝ったと思ったのが、キューちゃん牧師が苦笑いで30秒くらい黙って、うん、それはわかりませんって言わせた時、俺勝ったって思ったもん、ね。キューちゃんがキリスト教の話題で、わからないですって言った時に、俺は勝ったと思った。うん、結構昔はね、いろんなところを突出してね、うん、キリスト教ってこうですよね、とかやって。千葉さんは、一回、FC2 の時に話してて、ガチギレされたことがあるの、もう。わーって、千葉さんがもう発狂して、30分ぐらい、突が終わった後も俺の悪口を言い続けるっていう事態になるまで発狂させたことがあって。うん。
なんでかっていうと、まさかこれをソースに出さないですよね、まさかこれ出してこないですよねって言ったら、思いっきりそのソース出してきて、要は向こうが得意とする畑のソースってあるじゃん、いや情報源、それ全部言い当てて、だったら何が悪いんだよ、このソース何が悪いんだよっつっていやあのねって言って、ソースとして出す場合は裏付けが必要でっていう話を淡々としてったら、もうガチ切れされちゃって、今は別に多分ね、仲良くできると思うけど、いざこざないけど、元々の入りがそれだから、あんまりね、多分千葉さんが俺と話したくないと思う。専門知識がない分野の方が論破はしやすい。俺千葉さんの枠結構好きだよ。そうなんだよね、千葉さんって月刊ムーなんだよね、ジャンル的に。宇宙人はなぜ地球に来ないのかっていう議論は面白いよ。ああなるほど、俺は宇宙人は地球にもう来てるっていう論人だからね。宇宙人は地球に来てるっていうのが俺の論人だから、それは面白くなるかもしれないね。リテラとか想像出すからまあでも嫌いじゃないよ、あのキャラクター。なんつうか、ニコ生にはニコ生とか放送界隈に珍しい強固な陰謀論者じゃん、クラシックな。あのキャラはいいと思うよ。でも千葉さん人の話聞かねえかんな。千葉さんって都合が悪くなると声が荒げるっていう特性があるから。そう。全然千葉さんとやりたいっすよ、僕は。それこそね、千葉 VS 和道なんてね、ふわっちからしたらね、めちゃめちゃ面白いよね。実力も拮抗してるしさ。閲覧数もそんな変わんないじゃん。で、客層被ってないじゃん、そんなに。めちゃめちゃ面白いと思うよ。向こうのリスナーもブチ切れるし、こっちのリスナーもブチ切れて、もう何だか何が何だか分かんなくなると思うよ。ディベート合戦で自分の主義主張の逆の立場で戦うのが面白い。そうだね。本来ディベートっていうのはそうであるべきだしね。和道さんがなぜ手帳持つか理解したよ。あ、そうなの。手帳持ってるからね。人生で何回ぐらい論破した？いや、全然論破されることはありますし、論破した数にはあんまこだわってないっすね。なるべく正しく痛いとは思ってる派なんで、論破されたことはいっぱいありますよ。だから論破した数はあんまり関心がないっていうか、で性格悪いのよ。要はね、相手が正しいと思ってることが全然正しくなかったりするときの相手の顔が大好きなの、俺。ぐぬぬってなってる顔が大好きなのよ。だからもうその瞬間すべてもう目的を達成するわけだから。役所の人に論破はされたことはないかな。別に。ていうか、議論する場所じゃないからね、本来は。役所で議論なんかするのは頭おかしいからね。桜井誠全然向こうが OK なのであれば、立場が上だからね、向こうの方が。コンドーム被るのは理論じゃないからな。理屈でやってねえからな。ソースが週刊誌って言った時は爆笑した。だから結局権威主義なんだよね、千葉さんは。それでも千葉さん嫌いじゃないよ、言っとくけど。人格はすごい好きだからね。ただ意見の対立があるだけです、僕は。かかってこねえな。いやー、議論してえな、誰かと。めちゃめちゃ頭がいい人にボロボロに論破されたいな。グーの根も出ないぐらい論破されたいんだけど、俺。うんこちびるぐらい。ハードル高いか？別に普通じゃん。頭良くないじゃん、俺。中卒だよ。中卒のただの雑魚じゃん。全然論破できると思うんだけどな。
見たいのは見たいんでしょ、さっき手上がるってことは。和道が議論するところ見たいは見たいんでしょ、みんな。そこは多分ニーズはあると思うんだよね。コメントで論破とかならかなりハードル低い。いや違うよ、コメントってまず議論できないよ、コメントと配信者。なんでかっていうと配信者が圧倒的に有利だから。なんでかっていうと配信者ってもともと自分の意見に同意してくれてる人が見てる確率が高いんですよ。で、喧嘩突つとかでしょ、荒れてる時って。だからその発言をする人が正しいとか間違ってるとかじゃなくて和道に寄っちゃうっていうのは結構あると思うけど、自分で自分の主張に反論してみて。あ、生活保護、あの生活保護をじゃあベーシックインカムの方が有利だっていう風に、それは誘導は簡単だよ、誘導は全然簡単。自分で自分を論破、なんだよそれ。頭がいいとは思わない。だから頭がいいと思わないから論破しやすいってことじゃん。イコールじゃん。だったらなんで切り崩しにかかんないんだろうね。でしょ？俺も別に自分で頭いいと思わないのよ。だったらさ、要はお前なんてボロボロにできるよっていうことなわけじゃん。反対と賛成で論破をしてみて。だから、生活保護反対派の意見を言ったら、ベーシックインカムに対して反対だっていうのは、まず、さっきも言ったけれども、インフレが起こるから格差社会をなくすっていう政策ではないっていうのが生活保護の論点。で、ベーシックインカム賛成派に回るんだったら、生活保護っていうのは、受けるのを自分たちが申請しないといけないでしょっていう。だからそこに差別が生まれたりするのが現状じゃないですかっていうのがベーシックインカムの論点なのよ。だったらみんなを平等に配ることによって、そのハードルを低くして生活を最低限保障させましょうよっていうのがベーシックインカムの反論なの。じゃあその時に俺が次の反論をするのであれば、生活保護者にまた回るね。それっていうのは、あなたたちがなぜお金が欲しいと思ってますかと。それってハードルを低くして、要は叩かれなくてみんながもらえてるから平等にもらえると思ってるけど、あなたにとっての平等は何ですかって。切り崩したらなんかいいことある。まあ、このリスナー界隈に和道より頭がいいやつが現れた枠を見てみようと思うんじゃないの？わかんないけど。チャットや掲示板で議論すると上げ足取りされることが多い。まあそれそうだよね。なんでかっていうと、不特定多数の相手にするわけだから、チャットや掲示板っていうのは。空気が流されたりとかよく言うんだけど、世の中の 99% はバカなんですよ。だからバカに同意を得ることイコール頭がいいことではないから。和道くんと水谷どっちが早く架空請求を論破できるか見てみたい。架空請求を論破するのは簡単なんじゃないかな、だと思うよ。ディベートのテクニックとして質問する側が有利だと思いませんか。質問する側が有利。オセロなら角を先。あ、いや、そんなことはないと思いますけど、それが、ディベートのテクニックとして質問する側が有利っていう風になるけど、そこはね、技術の応酬ですよ。例えば、ソースを出してからこの件についてどう思いますかっていう聞き方と、なんつうんだろう、この件についてはフラットにどう思いますかって言って抽象的にするやり方とかいっぱいあるじゃないですか。それを競い合うのがそのディベートだと思うんで、質問する側が有利だとは思わないですね。質問の仕方だと思いますよ僕は。要はあなたはこうおっしゃいましたけど私はこう思うんですよ、その点についてどう思いますかっていうのは、そいつの知的レベルを測ってる言葉じゃん。要は俺の言ってる意味分かってるって言ってんのよ、明らかに。で、結局それで相手が、いや分からないですって言った時に、相手にどう映るのかっていうのをディベートだと競わないといけないから、もっと誘導的にやらないといけないわけじゃん。あなたはこうおっしゃったけどこうではないと私は思ってるんですよっていう言い方の方が票が取れるわけよ。和道さん、何か大事なことが欠けてない。分かんない分かんないっす。論破って法的以外は論破はない。道徳とかあるんじゃないの。ただ道徳の問題だと結局立場が違うわけじゃん。結局その保守派とか左派とかさ、全く価値観が違うわけだけど、答えが出ない議論だから。だから結局その生き方の否定をするしかないんだよ。それをうまくその相手をひっくり返すことができたら本物だと思うけどね。要は右翼のやつを左派に変えたりとか、左派のやつを右翼に変えたりする力みたいなのが必要だと思うけど。
のんた放送中だから LINE するのやめてもらいたいんだけど。のんた上がってこいよ、言いたいことあんなら。のんた言いたいことあんなら上がってこいよ。それこそ論破してくれよ。のんたんからなんか元カノが作った春巻きについて怒ってるんだけど。これこそね、見てみたくない、みんな。なんかね、放送中なんだけど、なんか元カノが作った春巻きと比べてどうのこうのって怒りをぶつけてこられたの、放送中に。いや、それこそさ、こんなのさ、喧嘩突かけてきてさ、俺にすいませんでしたって言わせたら超かっけえだろ、のんたん。どうなの？俺これこそやるべきだと思うけど。そうそう、道徳って普遍的じゃないから。春巻きの話題を和道が論破。いや、だから、相手がいないと論破ってできないわけじゃん。来ないね、なかなか。年寄りには席を譲るべき譲らないべきって正解はない。そう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 、そういうこと、そういうこと。だから道徳の問題っていうのは違うんだよ。だから面白いんだけどね、宗教の問題とか道徳の問題って。だから面白いんだよ。だから大体政治がこじれる時って道徳的問題を引き合いに出された時だよね。 HMD と議論したらめんどくさい、何言ってるかわからないから。のんたん、いや、だからディベートってそういうことでしょ。それでいいんだよ。それで俺は、のんたんを言いまかすから。春巻き論争ですよ。彼女が作った春巻きとどうのこうのっていう。いや、だからのんたんかけてきたら全然やるよ。なんかいきなり怒ってるからな。あれ？ LINE が消えてる。LINE どこだ？あった。春巻きは美味しいかどうかとか、春巻きが好きか嫌いかじゃないかんね。元カノが作った春巻きと比べられてるのかどうかが論点だからね。これは深い話できると思うよ。俺は論破できると信じてるけどね。のんたんにやっぱり和道さん好きって言わせる自信がある。理論武装必死にしてる？いや、全然してないけど。思ったことを言ってるだけだね。人生で論破されたことある？いっぱいあるよ。いっぱいある、いっぱいある。負けてやるべき議題。あ！山田さん、俺と同じ。俺もその絵を浮かんだ。そう。ここではね、議論で勝ったらアホなんですよ。議論で勝つやつは別れるやつだと思ってるから、僕は女性、恋愛関係にある女性とは議論しないっていうのは徹底してる。負ける。徹底的に折れる。折れて優しさだけを見せ続ける。それがね、人生で勝つコツなんですよ。いい点ついてるね。俺比べてないよ、ちなみに。比べてないからね。のんたんが多分過去の動画かなんかまた引っ張り出してきただけだから。春巻きは中身による。だからそこが論点なんだって。春巻きの中に春雨が入ってて、俺はぶち切れてて。で、放送でネタにしたら論破されたんだよ。春雨って春巻きって春雨入ってるから春巻きだぞ、ワードってみんなに言われて。っつって。テーマは春巻きでじゃなくて、だから、リスナーと議論、なんかみんなディベートしてる気分になってるかもしんないけど、議論ができないんだって。なんで気づかないのかな？コメント打つタイミングとかレスが遅れるし、やっぱりその、対話形式じゃないとディベートって成り立たないんだよ。だからコメントで論破じゃなくて、ね、例えばディベートの大会で相手側は喋りをして、相手側はフリップのみとかでディベートって成立すると思う？冷静に見て。それ参加してるから盲点になってるだけなのよ。もしそれがなるんだとしたら、それがとっくに採用されてるはずなんだよ。わかる？だからレスバトルとディベートは別だよっていう。レスバトルはレスバトルだから。放送の厄介なところは、レスと、配信者を比べても、配信者が圧倒的に有利だから、で、しかも何が有利かっていうと、心理誘導が有利でしょ。クイックタイムで。だから意味ないよって言ってんの。お腹いっぱいのこの時間でディベートする気起きないだろう。和骨。あ、和骨、いらっしゃい。起きないっていうかね、ディベートが、だから、誰もかけてこないから、何でも議題いいよって、相手の得意な土俵でいいよって言ってんだけどね。コメントで俺戦わない方がいいと思うよ。絶対に勝ち目がないっていうよりも勝負の場としてフラットじゃないから、勝負の場としてフラットじゃない。
12、広告打てればな。いや花火って広告じゃん。花火って広告機能だけど、今この瞬間に花火打ったらあれですよ、花火打ちまくったら話題になりますよ。間違えてコメントした。ああ全然全然。なんだよ、また誰とも戦わないのかよ。誰かと戦いたかったな、このパティーンだな。んだ、はいこんばんは、たっちゃんいらっしゃい、楽しんでってね。だったらもう普通に雑談しない？もう待ってても意味なくないか、これ。待ってても意味なくない？ベーシックインカムを話題にします。はい。私は賛成です。ベーシックインカム賛成派。はい。なぜなら今の政法だと受けたくても受けれない人がいるのに、全員に生きていけるだけのお金を配るべきです。論破してください。はい。質問いいでしょうか？質問1。1個です。これに確実に答えてください。政法だと受けたくても受けれない人がいるっていうのは誰のことを指してるんですか？はい。質問です。受けたくても受けれない人がいるのでっていうことだけど、その前提が僕は間違ってると思ってるんですね。受けたくても受けれない人とは誰のことを指してるのか具体的にお願いします。収入が低い人は生活保護を受けることができるので、はい論破です。はい、生活保護を受けてる人っていうのは収入が低い人が受けてるんです。でおそらく200万世帯ぐらいを受けてるはずなんですね。だから実際受けています、所得が収入が低い人が。はい、私です。どうして受けられなかったんですか？だからそれは受けたいのに受けられない人がいるっていうのは別の問題だっていうふうに把握してるんです僕は。収入が低い人受けてるでしょ、生活保護。だから別の問題なのよ。どうぞ。はい、僕はもう終わりました。だからこれがあるから会話の方がスムーズだよって言ってんのよ。議論が進まないのよ。一ターンで終わっちゃったじゃん。一ターンで終わっちゃったじゃん。恥ずかしいです。ああ、なるほど。うん。恥ずかしいんだったら受けなくていいんじゃないですか？トツいいですよ。トツいいですよ。終わったでしょ？だって収入が低い人が、政法を受けたくても受けられないって言ってるけど、いや、みんな受けてますよ。で終わりじゃん。でしょ？だからそこは論点をすり替えていかないといけなくて、いや知的障害があったりとか言語に不自由がある人で言いくるめられちゃう人がいるじゃないですかっていうふうに言わないといけなかったのよ。もしもし、あれあれ、もしもし聞こえる、もしもし、あれ、もしもし、ん、もしもし、あれ、もしもし、もしもーし。なんだこれ。設定間違えてんのかな。もしもーし。聞こえますか？あれ？もしもーし。もしもーし。もしもーし。なんだ。ん？無言突？無言突？戦い方新しすぎるでしょ。え、どういうこと？どういうこと？え？新しいな。議論突で無言ってどういうことだろう。
あれ見えてる？みんな見れてる？止まった？放送止まった？マイク、いや聞こえなかったよ。聞こえなかったよね、みんな。音来てる？今、え、どうなってんだ？音来てる？見れてる？今かかってきたけど出れなかったよ。もしもーし。もしもーし。あ、聞こえた聞こえた。ちょっと待って。ちょっと待ってね。はい、もしもーし。あ、これ、ハウってる？ハウってないよ。ハウってない。聞こえるよね、みんな。あ、ね。うん。なんかマイクの音おかしいよ。いつもと違うよ。なんかガーって言ってるし、すごいマイクが遠い。あ、どうしよう。なんで遠いんだろう。ちょっと壊れてるかも。壊れてるかも。なんかガタ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 みたいな、ウィーンって聞こえる。ヘッドセットが壊れてる。あ、今ぐらいの声だったら聞こえるよ。あ。でも携帯電話の LINE でかけてくればいいんじゃないの？コメントが見たいの。だからパソコンの方で見てコメントを携帯電話でかけてくれば音質はいいよ。あ、じゃあそうしてみる。ああ、また一個論破しちゃったな。待ってるよ。はい、はい、勝ったな俺。勝ったな。あ、勝ったわ。これ俺の勝ちでしょ今。うん、あ、もう のんちゃん論破したよ。やだな、彼女と議論するとか絶対揉めるパターンだからな。来た来た。もしもーし。もしもーし。あんね。ちょっと待って。あれ、ハウってる、ハウってる。ハウってないよ、こっちは。ハウってない。こっちハウってる。ハウってる？うん。ハイロンパー。え、なんでハウってんの？ああ。誰の声がハウってんの？え？自分の声がハウってんの？そう、自分の声がハウってた、今。でも治った。それ、自分の設定が間違ってたんじゃん。違うよ。治ったよ。それでさ、なんか春巻きさ、なんかさ、みーちゃんの春巻きだけはうまかったなとか言ってさ。え、何それ？なんかいつもさ、いつ言ったのそれ？いつもって。いつ言ったの？え、前から何回も、なんか元カノの話が出るとさ、うん、そうやってさ、うん、それ付き合う前？春巻きだけはうまかったねとか言ってさ。のんたん、それ付き合う、ま、付き合う前だよ。付き合ったから俺言ってない。違うよ、違うよ、付き合ってからで。俺付き合ったから言ってない。言ってるもん。言ってない。言ってる。だって窓を論破されたとか言ってよく全然わかんないんだけど、こいつの論破の基準って何なんだっていう。で、まあいいや。あ、仕事サボルさんいらっしゃい。まあいいや。俺が元カノの春巻きはうまかったと言ってると。まああの春巻きだけはうまかったねとか言ってさ。うん、なんかいつもさ、その話、なんか元カノの話になるとさ、春巻きの話になってさ、で、今度さ、のんちゃん作るとさ、あれが違うとか言って、これが違うとか言ってさ、この味じゃないとか言って、あれが入ってないとか言ってさ、春雨が入ってるとかさ、いろいろ言ってきてさ、だんだんどれが正解なのかもうわかんなくなっちゃったじゃん。そうだよね。そうだよ。うん。で？うん。言ってたの？え、だって。うん、どれが正解なの？どの味が正解なの？いや、俺はだから春巻き作ってくれる彼女がいて嬉しいなって思ってるよ。俺はね、春巻きを今までさ、なんかこのさ、うん、食いたいって言ってる春巻きはさ、うん、元カノの味なんでしょ？うん、いやだから、いやだからそれを再現しろって言うんだよね。違う違う違う、そんな再現させようって。いや、違う違う違う。だから、
そのさ、なんかもう春巻きでもないものをさ、春巻きと言わせてさ、だいたいさ、もう、正統派春巻きをノンタンが作ってるのにさ、うん、その春巻きでもないさ、ただのなんかさ、肉巻いたさ、うん、なんか、そのさ、春巻きをさ、うん、春巻きって言わせてノンタンにさ、突き揺らせようとしてさ、それひどくない？作らせようなんてそんなことはないですよ。もしかもなんかさ、細切り肉とピーマンが入ってるとか言ってさ、それなんかチンジャオロースが入ってるさ、ただのさ、皮巻いたさ、チンジャオロースじゃん。バレた。そうなんだよ、俺気づいたんだけど、元カノが作ってたのね、チンジャオロースをただね、春巻きに巻いてただけなんだよ。そう、正解。それをさ、作れって言われてもさ、春巻き、いつまで経っても春巻きなんかできるわけないんだよ。いや、だから、ですね。いや、最初からもチンジャオロース巻きって言えばさ、いや、だから、そうですか。作らせようなんて、作れたらね、そんな気はもう本当に。いや、作らせやつしてたよ。だってさ、もう、タケノコが入ってさ、なんかピーマンが入ってさ、肉の細切りが入ってるって言ったらもうさ、チンジャオロースしかねえじゃんってさ。いや、違う、ねえ。いや、俺作らせようなんて思ってないよ。飲んだに何かを。じゃ、なんでそっちの味に持ってこうとしたの？いや、違う。だから何が入ってるの美味しいのって言ったから、まあ、ピーマン、入ってるの美味しいなと思って、うん、いいよ全然。俺はこれだけは言わせて。そのチンジャオロース巻きを作れってことやしょじゃん。違う、これだけ言わせてくれないかな。まず君の言いたいことは分かったよ。ノンタンの言いたいことは分かったけど、うん、俺にも言わせてほしいことがあるの。うん。俺はノンタンに何かを作れとか何かをしろっていうのはこれからも言うつもりはない。でもノンタンが作ったものは全部食べるよ。それも美味しくないの、美味しくなくても食べるってこと？美味しくなくても食べますよ。そのチンジャオロース巻きを作んなくていいってことね。じゃあそうだよ。だから俺は美味しかったよって言うじゃん毎回。でもそっちの方がいいんでしょ。いやだから元のチンジャオロース巻きが一番うまかったってことでしょ。いやいや、もうちょっとこうした方がいい、こうした方がいいって、それをだんだん分析していくとチンジャオロース巻きになるわけ。いやだから俺はいや俺は春巻きの可能性はもっとあると思ってるの。春巻きが今、だからラーメンってね、中国から日本に入ってきて、今ラーメンっていうのは日本の国民食になるぐらい、もう中華とは違うバリエーションになったわけよ。俺は春巻きが好きだから春巻きの次の可能性を模索してるのよ。ノンタンと一緒にね。ノンタンと一緒に次の春巻きを食べたい。俺は。じゃあそのチンジャオロース巻きに春巻きが春雨が入っててもいいわけ。いやだから春雨を入れたチンジャオロース巻き。いやだからもうだからのんたんがあんこを揚げた春巻き出したでしょ2作目、うん、あれはだから美味しかったよね。いやあれだって食べたいって言うから作っただけだよ。いやだから美味しかったよ本当に。うん、あんこしか入ってない春巻きがあれじゃないの春巻きって。え、春雨が入ってるから春巻きでしょ。いやだけど俺春雨あんま好きじゃないのよ正直言うと。うん、うん、だからそんなのが春巻きなら俺は春巻きはもう二度と食わないよ。うん、ノンタンが。じゃあもう作んない方がいいって。違う最後まで聞いて。俺はね、ノンタン春巻きの中に春雨が入ってんならもう二度と春巻きは食べないよ。でもねノンタンが作るなら食べるよ。それでいいんじゃないの。え、じゃあ春雨は入れない方がいいってこと方向で。いやだから、いやもう俺はもうだからどうって言われたら、いやまあ春雨はいらないよねって言い続けるよ。俺はそこから譲る気はないんですよ。春雨が嫌いなの正直。春雨をうまいと思ったことは一回もないの人生で。
今までじゃあ食べてきたさ、春巻きは何だったの？だから不思議なんだよ。うん、セブンの春巻きにもさ、春雨は入ってるしさ。いや、セブンの入ってないよ。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 俺、セブンの春巻き、冷凍のよく食うけど。春巻きにも。入ってない、入ってない。春雨は入ってる。じゃあ、だトロトロになって溶けてるで。じゃあなんでノンタンのトロトロに溶けてないの？じゃあなんでノンタンの春巻きは溶けてないの？トロトロに。え、それは、回数を重ねてないか、時間を経ってないから。作りたてのほやほやだから、溶けてないの。うん、作りたてが正解なの？作りたてが一番美味しいわけじゃないでしょ？作りたてが美味しいでしょ。いや、だから、ね、だからまあいいですよ。僕は食べ、もう、のんたんが作るものは全部美味しいと思ってるんで。じゃあ、元カノの春巻きはどうなん？いや、知らない、元カノとか。俺、過去に執着されたこと一回もないから。元カノっていうか、よくわかんない。何言ってるか。え、だって自分が言ったことじゃん。何がですか？みーちゃんの春巻きだけはうまかったなぁ、うん、いつも言って、うん。ちょっとよくわかんないな。なんでわかんないっていうの？わかんない。わかんないですね。覚えてない。え、うん、なんで覚えてないこと言ったのじゃ。え、どういうこと？覚えてないこと言ったのって。いつ？え、春巻きはうまかったって。わかんない。あ、ごまかしてるって、ほら。小田屋さんが言ってるよ。わかんない。なんでごまかそうとするの、それ。わかんないっすね、正直。だから、いいじゃん。春巻きを作りたければ作ればいいし。うん。もう作りたくなければ作らなければいいし。うん。じゃ、飲んだのまずいから、食いたくないってことでいいの？いや、全然、まずくても食うよ。うん。で、今までのはまずかったってことだ。まあ、そういうことだね。じゃあ、もう二度と作れません。わかった。冷凍庫のも捨ててください。冷凍庫にあんの？春巻き。はい、今すぐ捨ててください。うん、今、6本入ってるんで、今すぐ捨ててください。捨てる儀式を見せてください。いや、俺は食べ物に対する、その、なんていうの、その食べ物を粗末にするとかも絶対できないから。食べないって言ったじゃん。ん？違う、食べないじゃない。作らないんだねっつったの、俺は。じゃあ、冷凍庫に入ってんどうすんの？食べるっつってんじゃん。じゃあ、のんたんが作らない、のんたんが作らないイコール、食べたくないじゃないか。それ因果関係ないから。のんたんが作らないのであれば、作らないことを全面的に肯定するよって話だから。俺は、のんたんの生き方すべてを肯定するから。のんたん、じゃあ行ったら捨てるからも。だから、のんたんが捨てる分には、俺は、だから見守りますよ。のんたんがやることは見守りますよ。ただ僕は食べ物を捨てるっていうことはやらないですよ。もう今までまずいもの食わして悪かったな。いやいや、あのね、俺はそういうのはあんまり思ってないよ。だからうまいものもあるしまずいものもあるんですよ、世の中には。でも、作った時にまずいって言ってくれたら使わなかったんさ。俺、まずいとは言わないから、本人に。うん、俺、のんたんに、まずいって言ったこと一回もないはずだよ。俺、それポリシーとしてだもん。まずいとは言わないですよ、僕は。ただ、美味しいって絶対言わないけどね。俺は、普段美味しい美味しいって食べるけど、まずいものが出たらひたすら黙るから。だからまずいって言う。前作った時美味しいって言ったよ。ん？何？前作った時美味しいって言ったからまた作ったのにさ。うん。うん、そうなんだ。俺まずいとは言わないけどね、絶対。俺はまずいっていう言葉は言わないですよ。うん、俺だからのんたんに、のんたんが作ってくれたこと、ものに対してまずいってのんたんに言ったことは一回もない。だ、極端にうまいっていう言葉が減るだけ。それは本当。それは本当。まずいは言わない。でも、チンジャオロース巻きも作んないし、ロールも作んないよ。うん、いや、だから、ノンタンが作らないのであれば、俺はノンタンを支持しますよ。ノンタンを応援しますよ。作らなくていいよって。いいよって言うよ。
全然いいよ。作らなくていいよ。セブンイレブンで一緒に買おう。春巻き。のんたんのことをセブンイレブンの春巻きにさ、春雨入ってたらどうすんの？どうすんのって言われても、どうもしないけど。どうもしないですよ、別に。ちょっと待って、じゃあ、俺も言わせてもらっていいですか、じゃあ。セブンイレブンの春巻きよりうまい春巻き作ってる自信あんの？あるよ。本気で言ってる？俺じゃあ、あれだよ、その辺のホームレスにセブンイレブンの春巻きとのんたんが作った春巻き持って行って試食会とかさせるよ。いいよ。残酷な結果が生まれるよ。いいよ。もう揚げたてのサクサクを食べさせるから、その代わセりブンイに。レブンの春巻き持ってくよ、俺。両方とも。もうもう確しなしなのセブンイレブンの春巻きと、おい、サクサクもっとの言のんおうたか、のもっ揚とげ言おうたか。ての。はっきり言うのであれば、はっきり言うよ、じゃあ。言うよ。言うよ。俺が作った方が100%うまいよ。はっき作るり、の？作ったことないけど、俺が作った方材が、料は？材料とか全く一緒でもいいよ。何でもいい材よ。料言ってみて、じゃあ。作れるんでしょ？だから、だからまあ、俺が春巻きの皮ですよ。まず。まず。これがないとダメですから。でもまあ、油。油。油ですよ。で、片栗粉ですよ。止めるための。片栗片栗粉じゃ止めないよ。小麦粉で止めるけまあまあ、ど。小麦粉ですよ。まあ、小麦粉ですよ、じゃあ。小麦粉で止めるでしょ？ね？あとは、だから、豚肉と、タケノコと、豚は何、どの豚肉豚を使はだうんですから、か？バラ肉の太いやつをこう千切りにした、こう細長いバラ肉ですよ。そのチンジャオロース風の 最豚後ま肉で聞をい入て、れるわけ最です後までね。聞いて、最後まで聞いて、材料の話だから今。あとは、タケノコとピーマンですよ。あとはクックドゥですよ。クッククックドゥのチンジャオロースの素を入れますよ、僕は。そんな入れるのが。そんなん入れますよ。それと、いや、でもだよ。でも、全員そっちの方がうまいって言わせる自信があるの、俺は。それクックドゥだからでしょ。俺が作ったからだよ。クックドゥだよ。クックドゥの方がうまいんだから、クックドゥを使わない理由がないんだよ。俺からすると。わかる？その化学調味料たっぷりのその味をみんなに配るっていう。いや、いいんですよ。うまければ。だいたいそこにさ、なんかエコオイルみたいの使ってるけどさ、エコオイそル？れトランス脂肪酸の塊だからね。いや、それをリスナーにも言われましトランス脂肪酸の塊でさ、じゃあ何で一番あげたらさ、動脈硬化とかさ、ごま油。ごま油。ババー。もう植物性オイルに熱を加えた時点でもうトランス脂肪酸発生するから。ごま油は？ごま油植物性じゃん。トランス脂肪酸発生すんの？そうだよ。じゃあ何であげるの？ラード？何がいいと思ってんの、じゃあ。何それ？知らないで使ってたの。もう論ね、点ずらさないで。ちょっと油待っとて、かね、マーガリン論と点かずらさね。ないで。今さ、今言ったけど、植物性油は熱すると卵脂肪酸が生まれるって言ったでしょ？そう言っだたよよ。ね。じゃあ、ラードって言ったらなんで答えないの？何であげたらいいの？植物性オイルじゃない油を言ってよ。市販で売ってるもので。トランス、いや、だからトランス脂肪酸の言いたいことは分かったよ。植物性油あげると全てトランス脂肪酸になるんだよって言ったでしょ？じゃあ何であげればいいの？トランス脂肪酸のカットされたラードが正解。どこで売ってるの、それ？アマゾン。なんでそれを買わなかったの？俺に食べさせたとき。いや、このうちは、和道家ではこのオイルを使うんだなって思った。トランス脂肪酸が入ってないラードで売ってんの、アマゾンに。売ってるの。のんたんの家はそれもちろんあるんだよね。あるよ。家に行って、カメラ、もう今すぐ家に行ってカメラ回したらもう確実にあるんだよね。
あ、今、料理作ってないから。え、ないの？さ。ないね。え、じゃあ春巻きはどんなの食べんの？普段。春巻き？だから春巻き食べるときはどんな春巻き食べんの？どこで買うの？紀伊国屋。紀伊国屋の春巻き食べんの？そう。どこで売ってんの？紀伊国屋。そうか。紀伊国屋は、じゃあ動物性、そのトランス脂肪酸にならないラードで揚げてるんだよね、もちろん。違うの。それは冷凍で売ってるの。冷凍で売ってて、揚げるのは自分の家で揚げる。ああ、生タイプなんだ。え、じゃあなんでそれを作らなかったの、俺の家で。一から作るのが、手間暇かけてって言っても言ってくれるから、手間暇かけて作っ俺、た手間暇かけて作れなんて言ってないよ。料理は手間暇だっつってんの、俺は。の。うん。だから料理を手間暇かけて作ったの。そうか。何が悪いのかが分かんないよ、俺は。自分が何か悪いことをしたっていうことが、の思い当たることがないから、俺は。その比較されて食べてたっていうのがね。いや、比較してないよ、俺。全然。じゃあなんで最終的にそのチンジャオロース巻きがいいってなっちゃったわけ？いや、じゃあ、ジンジャオロース巻きがいいとか、だってノンタンが春巻き作ったことなんか言ってないし、俺だから、まずかったらツイッターにあげた？俺、春巻き。俺ツイッターにああげげてた？ないよ。あげてないでしょ？だからもうそこは察してほしい。前の時はあげたんだけど。俺のツイッターにツイートされなかったっていうことを、もっと理じ解ゃあしてなんほでし嫌いなさ、い。餃子はさ、ツイートしてた。嫌いな餃子？嫌いな餃子？いや、餃子はだからあんま好きじゃないんですよ、僕は。餃子写真撮ってたよね。まあ、だってあれ美味しかったもん。餃子は。嫌いなのに？あんま好きじゃないですね。正直餃子はないなっていう。餃子はないですよ、僕の中では。じゃあ、それよりもっとなかったんだ。この間の、あ、昨日の、まあだから、春巻き僕のが。口からは何とも言えないけど、そこは察してほしいですよ。もう察してくださいとしか言えないです、僕の口からは。じゃあ、もう二度と作りません。わかりました。残念です。俺は、のんたんが、もっと美味しいのを作ってあげたいっていう子だと思ってたけどね。俺は、未来ののんたんに投資してるけどね。俺とのんたんの未来に投資してたけどね。もっと美味しいものを、俺はそう思ってるよ。俺はのん意地たんでに、もチンジャオロース巻きは作りません。俺は、のんたんにそう思ってるようにしてるよ。ごめんねって言うし。俺まずかったらごめんねって必ず言ってるでしょ。自分で出来が悪いと思ったらごめんね、のんたんって。言ってない？ごめん、のんたんって。今日のは何点だわって、自分で。でも、次美味しいの作るからねって。俺はその姿勢を崩す気はないですよ。のんたんとの関係をより良くする気しかないから。で、俺はのんたんがもう作りたくないって言うんだったら、もうやだ。こんな思いしたくないっていう。そしたらもう、諦めたらそこで試合終了ですよっていう。それしか言えないですよ。春巻き終了の知ら半分もせ。勘違いしてるけどさ、俺そんなこと言ってないんだって。俺言ってないですよ。俺言ってない、言ってない。だから俺は作りますよ。俺は作りますよ。でも別にのんたんがもう作りたくないならそれでいいですよ。
参りましたわ。はい。じゃあ。その代わり、俺、春巻きが晩飯に出てきたら、めちゃめちゃ切れるタイプだからね。二度と作るなよ。つくなよ、もう。二度とつくなよ。もう、なんかの拍子でパッて作っても、俺絶対に荷物タイプだから、俺は別に否定しないけど、何の許可もなく春巻きが出てきたら俺ガチ切れるからね。怒り狂うからね。いいな。それを忘れるなよ。今日この日に起こったことを忘れることだけは許さないからな。どんなにうまい春巻きだとしても、この今日のことをなかったことにはさせないからな。それだけ覚えておくよ。わかったな。巻くなよ。春巻きの皮でも許さないからな。わかった。作りません。わかった。我が家から春巻きがなくなりました。 さようなら。以上ですか。切れた。 喧嘩しちゃった。ただの夫婦喧嘩。 ただ仲悪くなっただけだわ。だから言ったじゃん。仲悪くなるだけだって言ったじゃん。なんで？いや、負けっていうかもうね。やだよ、もう。いや、折れましたよ。俺はでも、まずいなんて一言も言わないから。いや、俺はまずいなんて絶対言わないから。絶対言わないよ。じゃあ分かった。今、春巻き、その春巻き食べてみる？食べてみる？じゃあ。ねえ。冷凍庫にあるんだったら。これは俺食べるって言ったから。捨てないよって言ったから。これ食べてみようか。ねえ、温めて。ねえ。ちょ、待ってて、頭きた、なんだ。またこれすごいよね。セブンイレブンだから。 すごい伏線張ってきたよ。入れ物がセブンイレブンって。 すごくない？こんだけセブンイレブンの春巻きかどうかで争ってたのに、入れ物をセブン&アイホールディングスにしてくるってすごくない？伏線の張り方半端じゃねえな。伏線の張り方がプロレベルですよ。もっと寛容に対応するのかと思った。これが例の春巻きなんですよ。これが、これだから6個あるよ。6個あるよ。2個、2個。これ。じゃあ2個食べようか。これ何すればいいの？ボイルすればいいの？何これは。冷凍カッチカチなんだけど。最後偉そうで腹立った。いや、だってそういうことでしょ。こんだけ作らないって伏線張ったんだから、春巻き出てきたら怒るぞ。いやいや、その前にあるでしょっていう。じゃあ食べますよ、これ。これ何で温めればいいの？レンジでチンしたらふやふやになるじゃん。これはどうやって温めるのが正解なの？これ、誰か教えて。これどうやって温めるの？のんたんが作った春巻きをどうやって温めればいいの？これ、レンジ。普通にふにゃふにゃになるよ。チンか。じゃあやってくるわ。
オーブントースター、うん、いや生じゃない、もう上がってる状態なんだよ。いやまあチンした普通。最後の春巻きだから6個の、え、ちょっと待って、のんたんが作った春巻きは食べないんで、俺セブンイレブンの春巻きは普通に食うよ。ちょっと待って、なんで俺の人生から春巻き奪うの。違うよ話が。違う違う、のんたんが作った春巻きを食べないのであって、俺春巻き大好物だから春巻きは食べるよ。うん、レンジだけラップ外した。いや俺食べるよ、何言ってんの。のんたんが作った春巻きを食べないって約束だから。だってそういうことでしょ、因果関係だって。そういうことでしょ、のんたんはもう二度と作らないって言ったんだから、俺はのんたんの作った春巻きをもう、なんで俺の家、なんで俺春巻き食べるよ、バカじゃないの。春巻き大好きだよ俺。ふざけんなよ、作らないって余計ひどいって。なんで俺春巻き大好物なんだって。え、なんでなんで。違う、まずいなんて一言も言ってないよ俺。まずいなんて一言も言ってないって。ほ、これ本当だから、俺まずいって言わないから。もう食べるよ、ふざけんなよ。春巻き中華料理から春巻きなんか。違うって、春巻きは食べるよ。歯じゃねえよ、どういうこと。いや違う、まずい、まずいとか言わないっつってんの俺は。まずいとか 言わないよ俺は。あ、やく、あって、今なんだ今の。いやだから我が家からはもう家庭料理から春巻きはなくなったんですよ。違う、それは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 違う、絶対違う。和道家から消えたんだよじゃないよ、のんたんの手作りの春巻きは和道家から消えたんだよ。俺は春巻き食べます。ふざけんなよ、春巻き食べる。空気読んでるでしょ。じゃあなんて言うのが正解なの、なんて言うのが正解なの。いやなんかもう神経がおかしくなってんな。なんて言うのが正解なのじゃ。なんなの。まずい、まず、例えばだけど、例えばだよ、例えばまずいものを食わされたらどういう反応するのが正解なんだよ。じゃあや、例えばだけどね。違うよ、美味しいっていうの。いや、お、ちょっと待って、男の嫌だよ。ちょっと待って、待って、待って、待って。違うでしょ、逆でしょ、優しいからでしょ。優しいから何も言わないんでしょ。違うでしょ。俺、これ、思うけど、料理はうまいもん作らないといけない義務があるんだよ。だから、美味しいって言うとまた出るでしょ、でしょ。だから、俺の判断は正解だと思うんだよ。うん。シャブ台ひっくり返すのが正解だよね。え、何が正解なの、男の嫌な部分見たわって。あのね、あのね、料理ってまずいもの作ったらいけないんだよ。うん。だからノーコメ貫いたんだよ俺。俺ノーコ、違うよ、俺はノーコメント貫いたんだよ。で、ありがとねって言ったの。最後に、美味しいって、普段美味しい美味しいって言うんだけど、ノーコメントを貫いて、のんたんご飯作ってくれてありがとねって言ったんだよ。わかる？優しくない？うん。優しくない？いつも作ってくれてありがとねって言ったんだよ。それ正しい判断じゃないの？違うの？あ、なに？その、配信上でってこと？うん。結果深く傷つけた。だからもう負けなんだって、どう転んでも。どう転んでも負けなんだよ。正
正しくないの。最低限の正解。じゃあ、だから模範解答何なんだよ。比べてないって俺。俺はそういうことするの大っ嫌いなの。元カノと比べてないの。そしたら、のんたんが過去の動画を、っていうか、もっと言うなら、違うんだよ。俺が過去に、のんたんと付き合う前に元カノの春巻きがうまかったっていうことを言ってたの。のんたんはそれを知ってたの。だからこそ、春巻きをぶつけてきたの。わかる？のんたんの解釈が違うのよ。のんたんが春巻き作って元カノの方がうまかったなんて一言も言ってないの。そうじゃなくて、のんたんと俺が付き合う前に、ずっとその春巻きうまかったねっていう話はしてたんだよ。それをのんたん記憶があるからこそ春巻きをぶつけてきたの。のんたんの脳内変化の。俺はそういうことしないの、一切。本当にしてないの。うん。違う、俺はそういう、その元カノと比べるとか絶対しないから。失礼だから。うん、だから、まずいかうまいかなんていう話じゃない。うん、言ってないよ。俺本人の前で絶対そんな失礼なこと言わないよ。ただ無言だったっていう。ただ、無言で食べてたのは事実。で、食べ終わったのに、のんたんいつもありがとねって言ったのは事実だよ。うん。うん、だから、違うんだよ。そこは、詳細が違うよっつったの。じゃあ、まずいって言ってないの！ねえ。じゃあ、なんか誤解をしてるんだって、俺はまずいなんて言ってないっつってんの。ノーコメントを貫いたの。なんなんだよ、マジでよ。もう腹立つわ。なんでこんな油ビタビタなんだよ。どこやった？はい、できました。いやだから、まずいもの作るのはダメなの。はたから見るとヘリクスこねてる。いや違う、うまいとも、要は話題にすらあげなかったの。俺は春巻きをネタにもしなかったんだよ。それがマナーだと思ったの。ネタにすらしてないんだって。向こうがふっかけてきたわけよ。要は配信ではこの春巻きの存在自体も言ったことないはずの。だからリスナーさんからしたら、春巻きって何の件みたいな感じでしょ。じゃあ食べますよ。いただきます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。